マギルスは消防隊の先駆者であり、起業家であるドイツ人のコンラッド・ディートリッヒ・マギルスによって設立されたドイツ、バーデン・ビュルテンベルク州ウルムに拠点を置く消防用設備と貨物自動車メーカー。ドイツ社の商用車部門であったマギルスドイツとして一般的に知られる。今日も使用されるロゴはウルム大聖堂の先頭をかたどったマジリスの M を表している。マギルスは 消防用設備に関する世界有数のメーカーであり、はしご車の分野では世界一となる。消防車は、イベコのシャーシとエンジンをもとに製造が行われているが、イベコ以外のプラットフォームを使用することも可能である。日本には1982年に東京消防庁に初号車が導入された。現在は森田テクノスがマギルス製はしご車の販売、整備を行う。 創業者、コンラッド・ディートリッヒ・マギルス食料品店と食品工場を営む両親のもとに生まれたマギルスは青年期に体操選手として活動し、その後、イタリアのナッポリに職業訓練生として7年間留学。留学後の19世紀前半には、ウルム体操協会の理事に就任している。1847年にマギルスを含む体操選手数名で、ウルム始発となる。 ウルム消防隊を結成。結成後に出動したオーストリア、ドナウシュタットで火災の消火に成功している。1850年に父親の事業を引き継いでおり、同時期、自身の消火活動の記録と消火技術に関する書籍、アレサイルデフホイヤー LSCHA ・スンスを自費出版している。ウルムでの活動が認められたことにより1853年に、 ウルム消防隊の指揮官に任命され、7月10日には消火を専業とする現代消防署の前身となる、ドイチャ・フー・アー・ウェバー・バンドを設立している。マギルスはこの仕事に没頭しており、消防車の開発や消火器を呼び、消火技術の改善などに取り組み、特に消火活動における数々のはしご車の設計を行い、思いついたアイデアを次々形にしたことから、 はしご社における先駆者とみなされている。1864年、マギルスは、エヴァーハート兄弟との合弁企業、ジーブル、エヴァーハートオーファナハンドルズ、ウンとコモンデッドガセヨシャフト社を設立。しかし、兄弟と意見が対立したため、1866年に、フォイアベルレキシトンファブリック CD、マジリスガブと名付けた、マギルス社の前身を創始し、 この年から消防車の製造を開始している。1873年、マギルスは高さ14メートルの二段式延長はしご車、ウルマ、ラダを開発し、1873年にウィーンで開催された国際博覧会で発表資金メダルを受賞している。1883年には、マギルスの長男ファインリッヒが会社に加わる。業績は好調であり、 新工場設立など得て、企業規模が拡大している。1887年に、マギルスは会社を3人の息子に退資上と。マギルスが開発した車両は、初期は馬により牽引され、次に蒸気エンジンに変わり、その後、ガソリンエンジンによる動力に切り替わっている。1910年代後半には、トラックやバスの製造を開始。当初アメリカから輸入された。 ディーゼルエンジンを使用していたが、1929年以降、独自のディーゼルエンジンを開発し、このエンジンを使用した車両製造を開始している。また、マギルス製品は過酷な状況下でも作動するため、技術力に関し定評がある。この他にもマギルスはターンテーブル式のはしご車を発明しており、これはマギルスリターと呼ばれ世界中で消防隊の必須機材となっている。 1942年式 T-5 型ハシ5車。クレックナーフンボルトドイツエンブレムとなっている1940年から1945年まで、マギルスの名称は使用されず、フロントグリルについていた M を模したエンブレムも、クレックナードイツ名義となり、KHD のエンブレムである円形のものに変わり、販売が行われている。1949年に、エンブレムは、 マギルスの M に戻っており、ブランド名はマギルスドイツとして販売されている。1974年にフィアットのトラック部門とのパートナーシップを締結。この結果、1975年にフィアットの商用車部門イベコが誕生している。1975年にマギルスドイツはイベコの参加企業となっており、イベコマギルスとしてマギルスブランドのトラックを製造している。 KHD とフィアットとの合弁事業は1979年に突如終了し、急遽フィアットがマギルスドイツの所有者となっている。イベコのトラックは1980年代の終わりまでドイツ及び他のヨーロッパ市場や中東市場ではマギルスブランドとして販売されていた。2013年、イベコマギルスは消防用設備品に関して再び マギルスブランドを使用することを決定している。また、この年の9月23日に社名をマジリス GMBH に変更している。現在、マギルスブランドは消防設備部門にのみ使用されているブランド名となり、通常のトラック部門ではイベコブランドが使用されている。1930年をはで建造中の飛行船。はしご車先端で作業しているのが見えるマギルス車は、 飛行船の建造に使用される可動式のはしご車のすべてをドイツとアメリカで製造している。スライド式のマルチエクステンションはしご車はトレーラー形式のワゴン車であり、馬による権威を考慮した設計であったが、このはしご車は大人二人で移動させることができるほど軽快であった。ワゴンにははしごが点灯するのを防ぐため、四方に手ネジ式のアウトリガーが装備されている。 また最大で約80度の角度で25メートルまで伸ばすことが可能であった。このはしご車は1920年代と1930年代に撮影された飛行船建造中の写真に記録されているのが見受けられる。ありがとうございます。